その番組内で話しきれなかった。ごめんなさい、何もないです。どうしました？もう一回言ってきました。ロッキーズ802リサリットフライデー、はい、松林レディオフィールズ、はい、その番組内で話しきれなかったトークやこぼれ話をお送りする、レディオフィールズオフトーク。はい、噛むんよ最近。いや私もですよ、今日さっきメッセージに今日は神々ですねって書いてあって、いつもですって言いそうでした。噛むよね。噛んじゃいますよね。松原氏レディオフィールズですよ、うん、フリーズ凍ってるって思いながら、こうフリーズって聞こえたじゃないですか今。フィールズがね、レディオフリーズ、レディオ凍ってるってなって。そうでもね、確かに一気にちょっと寒くなりましたから。いや関係ないよ、フリーズって言ってないから。本当ですか？フィールズって言いましたから。フィールズでした、はい、フィールズでした。いやもうそんないいんですよ、そんな僕のためはね。皆さんそんなことより、はい、話がいっぱいありますやん。ありますね、話したい話が。話したい話がね。今日ゴルフどうでした？ゴルフの話は思え過去最低ですわ。でもすごいですね、130人ぐらい参加するゴルフってね。すごいですね。それ1位の人は何かもらえるんですか？もらえますよ、もうすごい。サーロインステーキみたいな、ものさ松茸、まあもうそもそも参加賞が松茸みたいな。参加賞が松茸、はい、素晴らしい大会なんですけど。まあちょっとね、天気もでしたからね。そう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 、まあ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 、まあ、いいです。僕ゴルフの話しちゃうの。じゃあそっちじゃない、そっちじゃなく、はい、やっぱりその着てるものですよ。はーい、ね、コールドプレイでございます。グッズ、グッズね。そうなんですよね、そっちのグッズ買ったんや。あでも何枚か買ってて、すごいね。朝から並びました。朝から並んで、はい、もう何が起きるかわからないと思ったので。確か10時から、初日は10時からグッズ販売スタートだったんですけど、並んで朝の9時過ぎぐらいには。だってライブは夜6時。そうですそうです。7時からだったね、コールドプレイの本編。コールドプレイは7時15分ぐらいの音声でしたよね、確かに。はあ、もうすごいね。そうですね、だから朝起きてグッズをまず並んで、もうそれはやっぱりこうグッズにかけてますから、一旦もうすっぴんで揃えてみたいな。いっぱい人おったんですよ。結構並んでましたね。そうでもあれなんか終わってからもう俺も欲しかったんけど、はい、行く前はもう大行列でさ。そうですよね。でまあちょっと間に合わへんからと思って、うんうん、それで終わってから行こうと思ったら、終わってからももう大行列 で結局もう通販で買おうと思って。なんか終わってからしか買えないグッズもあったんですよ。あそういうことなんよ。そうやけに悩んで並んでんなと思ってさ、うんうん、あの今回もあの竜太先生も見て結構思ったと思うんですけど、すごい環境問題とかに取り組んでて、うんうんうん、そうそう、ライブで出てしまう CO2 を削減するために、うん、こう代替エネルギーを使ったりとかって取り組んでて、うんうん、なんかその会場でジャンピングステージみたいな、それでこうエネルギーを集めますとか、ね、みんながジャンプしたものがそうそうそう、ステージの正面の電気とかになるかな、なるみたいな、ああいう音の電気になるみたいな、あったりとか、うん、で僕はのそのクリス・マーティンもそのライブの合間に飲むドリンクとかもちゃんとこうウォーターボトルから飲んでたりとか、うん、あなんかウォーターだ、要は水筒を持ってきてみたいな推奨されたもんね。そうですそうですそうです。そこら中にウォーターサーバーがあって、ね、そこにこう水が欲しくなったら、ペットボトルを減らそうってことだよね、うん、なんかそういうのがあって、でそのなんか専用のボトルみたいなの、うん、グッズのボトルが終焉後じゃないしないと売ってないみたいな。あそういうことやったんやみたいですね。なるほどね。だから結構朝並んでグッズ買ってる人の中には、うん、えこれ買えないんですかみたいになってる人もいて、あ確かにね、こっちはちょっと終焉後なんですみたいな案内があって、まあそういう地球の環境、うん、そのについてとか、うんうん、それこそこう海洋線をこうきれいにするとかね、いろんな活動が結構ちょこちょこ出てましたよね、うんうん、それこそ開演前とかも。そうですね、僕もなんか結構コールドプレイのライブは行ってますけど、はい、ここまでなんか、うんうん、強くメッセージを出してたのは初めてだったなぁと印象的だったんですけど、うん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 、でもやっぱああいうさ、そういうなんていうんだろう、愛を送ろう、そのなんかこう戦争が世の中に起こってるとか、はい、その愛を送ろうっていうのもそうだし、その環境問題に対してみんなにちょっともうちょっと真剣に考えようっていうのを、うん、やっぱ音楽を通して言われるとなんかすごくすんなり、なんか、すんなりというか、うん、なんかこう、活動すること、だからそういうことを意識することが、こうかっこいいみたいな、はいはい、ちょっと価値観が変わるよね。そうですね。なんかこう押し付けがましくさ、なんかこう、説教臭く、学校で勉強するみたいにさ、うん、言われるんじゃなく、はい、なんかあえてみんなで楽しみながら、こういう幸せをこう、この世の後の世の中にも、つなげていくためにも、うん、こうやって今頑張ろうよみたいなことを言ってくれる気がしてて、うーん、なんかそれはすごくなんか素直に受け取れるというか、いや確かになんかナチュラルですよね。そうそうそう、なんかすごいもう
セットとかもやっぱり紙吹雪の演出だったりとか一つ一つ本当素晴らしいんですけど、うん、でもなんかすごいこう仰々しくやってるみたいな感じが一切ないなって私は思ってたんですけど、あ確かにね、ナチュラルね。なんかファンとしての目線と多分アーティストとしての目線も違うのかなと思うんですけど、うん、リュータ先生的にはどうでした？こうアーティスト目線、いやまあ僕はもうファンなんでファン目線では思うけど、でもまあまあちょっとそれこそね、はい、ライブをこの自分たちでも何度かやってるものとしては、うん、やっぱ音、演奏、うん、ほんまにすごい、うーん、ありゃーすごいわなかなかね、それで結構そのなんていうの、はい、東京ドームって結構音が悪いと言われてる会場でもあるんですよ。そうなんですね。結構音作りは難しい、で 音規制とかもあるから、うんうんうん、結構そのなんていうのバンドとかで、はい、もうなんかいまいち物足りんなみたいなで終わっちゃう時も多いんですけど、そうなんです、ね、あんなに音圧、別にアリーナで見ようがスタンドで見、うんうん、どっちでも見たけど、どっちでもどっちでも見たんだ、羨ましいすごい、あれはでももちろん多分、はい、で終わってからその、まあ、政治とかそのいろんなドラマーの人とかもいろいろミュージシャンと話してても、うん、やっぱりあの、まあ、本人たちの演奏のまずはクオリティの高さがやっぱあるから、一つこう歌う声の響かせ方一つにしても、はい、やっぱそのドラムの音の鳴らし方一つにしてもやっぱり芯がギュッとしてるから、はい、だからこそこうなんかふわっとしてないからこう大きな音にしてもこの芯が残ったままいくからさ、なるほど、ワーンとなんかこうなんか何が鳴ってんだろうって音がなんか何の音鳴ってんだろうっていう、うんうん、一個一個の音が感じられないっていうのが結構悪い音だとしたら、へー、結構どの音もしっかり聞こえてて、そういう意味ではやっぱすごい、まあ、だからコールドプレイもさ、初日 2,3 曲目でもその演奏力ももちろんやけど、だからチームの PA 力もすごいなと思って、うんうん、ああなるほど、 2,3 曲目までさ、はい、意外と音さあれって思った、ああ俺結構思ったよ、おなるほど、 2曲目かな、うんうん、までは意外とブワーンとしてて、ああ大丈夫と思って3曲目でもバッチリ合わせてきたよね、ああなるほど、なんかちょっとそのなんていうんですかね、歌ってその歌声とかのなんかこうハマってない感じっていうことですか？ね、なんやろ、やっぱリハーサルでいくら音響を、うんうん、まあこれはちょっと細かい話だけど、うん、リハーサルでいくら音響をこうがっちり完璧にしても、うん、人が入るとそれが人が障害になって、うんうんうん、音の響き方が会場が変わっちゃうみたいなのがあるんですよ、はい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 、そのライブって、うん、それによってか知らんけど、その 2曲目ぐらいまでは結構ね、クリスの声が聞きづらかったというか、あ声がはい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 、ワーッとしちゃう感じがあって、うん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 、だからキュッとしなかったんですけど、なるほど、それを多分3曲目でバチンって終わったんで、あれはもうチームの経験とか、それこそああいう会場やってるか、その全てのやったと思うんですけども、にしてもやっぱ演奏もうまいし、歌もうまいし、メッセージも強いし、うんうんうん、素晴らしい、素晴らしいですね、やっぱ僕も好きなバンドはもうやっぱ、はい、もう見れば見るほど、はい、2日見れば見るほど3日目行きたくなったもん、はい、いやもうだってもう私絶対ね1日目行ったら2日目も行きたくなるだろうなと思って、いや確かに結構ねあの大丈夫かなと思ってたんですけど、やっぱりもうライブ始まる前から2日目も行きたいと思ってましたからね、会場に行ったらまた行きたい、もう行きたいもんね、もう何回でもやってほしいし、ね、今回は東京ドームのみでしたけど、いや本当はねこっちにも来てほしいとか関西でもやってくれたらいいなとかって、まあね確かにね思っちゃいますよ ね、あれはいろんな人に見てほしいね、うん、なんかこうなんていうの、楽しいだけじゃないというか、はい、いろんな愛も詰まってるし、そういう未来のことにも、ね、将来のことも考えられてるよっていうか、うんうん、なんか一人でも多くの人にあれいうね、その楽しさとともにね、はい、いろんなこう思いが詰まってたライブが見てほしいなと思うライブってやっぱ素敵ですよね。いや間違いないです。見てほしい。っていう話を、熱く語っていましたけれども、なんかあんまり私こっち見てなかった。オフトーク見てくださった皆さんありがとうございます。もうえらい時間だったらびっくりした。倍。でまだまだ喋れられそうですけれども。そうですね、まだまだいけるわ。はい。一曲一曲解説したかったもんね。してくれるんですか？いやいやいや、したかったよね。もう、ね、セットリスト見ながらさ、そうですね。ここでこれ来たんだみたいな、これ来たかみたいなね、話とかもしたいところですけれども、はい。はい、時間が。
時間が来てしまいましたので、今日も皆さん聞いてくださって、そしてこの、ね、時間見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。そして明日は松原市での公開収録あですね、ついにあるということですので、公開収録もありますし、うん、松原マルシェというのもそうです、そうです、もうそれ自体が楽しめるイベントなので、はい、ぜひ皆さん、まあ、公開収録も、はい、当日受付も ね若干まだ間に合いますので、よかったらぜひ遊びに来てください。はい、待ってます。はい、ということで来週も金曜日の夜11時になったら FM802 でロッキーツエイトツーリサイトフライデー松原市レディオフィールズをお楽しみください。そして今週分はラジコのタイムフリー機能を使えば11月17日まで聞くことができます。そちらもぜひお聞きください。はい、以上フランプル山村龍太と FM802 DJ の高木梨沙でした。ありがとうございました。皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。